い、ということで今のピロンって音でお分かりかと思いますけども YouTube の時間がやってまいりましたけど、はい、あのこれ YouTube にも載せるんで、はい、今あの同時配信してますけれども、はい、YouTube の動画を撮りながら何でしたっけ、ツイキャスでも配信してるんですけど、まあ今日はマクドナルドを食べようかなと思って、僕大好きなんですよねマクドナルド、うん、今日でも今日はでもちょっと控えめな量にしてやります、はい、あんまりちょっと僕もまあまあまあ緩くまだダイエットは続けているんで、はい、緩めのね、はい、緩めのダイエット続けてるんで僕は、なので今日は控えめですけども、はい、控えめに食べていこうかなと思いますけれども、はい、なんかたくさんあるね、うん、控えめです今日は。今日はダイエットメニューなんであんまりたくさん食べません、うん、まあね、今日のじゃあメニューの紹介からねしていこうかなと、はい、思いますけども、まずこちらね、バーベキューソースとマスタードソースがあるということはですね、はい、バーベキューソースとマスタードソースがあるということは、このチキンナゲットがあるわけですけれども、チキンナゲットが光がちょっと、これチキンナゲットね、はい、チキンナゲットチキンナゲットとチーズバーガー2つと、親子照り焼きと、フィレオフィッシュと、照り焼きバーガー2つと三角チョコパイっていうねことでございます。あーお腹すいた、食べよう、はい、いただきます、はい、今日はね、はい、まあ、今日は僕ダイエット食なんで、うん、まず僕甘いのから食べたい甘いのから食べたい派なんで、すいません本当にね、あんまり よろしくはないですけどね、甘いのから食べていきたい派なんですよ僕。いただきます。うん、うん、昔の三角チョコパイの方が具がたくさん入ってるね、具っていうか中が、うんうんうん、疲れる、うまっ、うん、うん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 、こんにちは、はい、うん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 、うん、三角チョコパイ、次チーズバーガー、いただきます。うん、うん、うまい、チーズバーガーうまっ、うんうん、うまい、うん、うますぎる、うまいね、もうこの、うん、いくらか知らん、うん、うん、俺の中では絶対外さないメニューはチーズバーガー、フィレオフィッシュ、照り焼き、うん、うん、美しい、うん、テイクアウトは分かんない、知らん、消費税知らん、チーズバーガー2個目うまいやつ、いただきます。
うん、うまっ、うん、うん、うん、うますぎる、うん、うますぎる、うん、うまい。うん。うますぎる。最高やっぱマック。うん、うんうんうん、次はこちら、うん、次はこちらフィレオフィッシュ。俺もダイエット中なんで、俺もダイエット中なので今日は少なめのダイエットメニューにしました。うん、うん、うまっ、うん、フィレオフィッシュ新しくなってお魚が薄くなりました。うん、うん、俺の目をごまかせると思うなよマクドナルドよ。うん、絶対に魚が薄くなってる。うん、うん、うん、本当にね、謎の深海魚。うん、うん、うまっ。うん、うまい。うん、うん、うまい。食べきりました。はい、うん、次親子なんちゃら、うん、何買った？今のところは三角チョコパイとチーズバーガー2つとフィレオフィッシュ食べた。うん、親子照り焼き、にゃん、親子照り焼きでございます。いただきます。うん、うん、うまい、うまいね。うん、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 これ飲み物なくても食えるんだよ。うん、そう、飲み物今のところまだ一切飲んでないでしょ。飲み物なくても食えるんだよ。うん、うん、うめえ。これね、一時期ベーコンレタスバーガーレタス抜きにハマってた時がある。うん、うん、ベーコンレタスあるよ、昔からあるよ。うん、うん、卵全部なくなったった今ので。うまいでしょ。うん、うん、
ベーコン増え、味がレタスがなくなることで味が濃くなる。うん、マジで。うまい。噛みつける量少なくね、マックの人。ほんとだ。ない、わかんない。あと2個。あと2個しかない。ナゲット。最近ハマってるのはマスタードとバーベキューのダブル漬け。うまっ。めちゃくちゃうまい。これ下手くそ店員が作った照り焼きだ。見て、下手くそ店員が作ったからこんなことになった。ほらほら、はみ出てる。ねえ、はみ出てる。これ最悪。いただきます。はみ出方。やっぱ照り焼きが一番うまい。こんにちは。うまっ。うまい。やっぱ照り焼きうまいわ。サラダしか食ってない。お肉うま辛い、絶対おいしくない。俺今日うま辛買わなかった。ナゲット、照り焼きバーガー。これ最後の一個。
うん、うん、俺も今親子照り焼き食べた。うん、そう、照り焼きうまいよな。うん、飲み物あるよ。うん、うん、うん、汚れない。うん、車が汚れるほど垂らさない。うん、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 三角チョコパイ以外垂れてないよ。うん、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 お昼ご飯、うん、お昼ご飯、うん、うん、あ、うん、ナゲットも食べ終わった。うん、一回も飲み物飲まなくても食えたでしょ。うん、夜食わない多分。うん、この時間だから夜は。うん、そう、この時間は食べないと思う。うん、はい、ごちそうさまでした。はい、照り焼き2個、チーズバーガー2個、フィレオフィッシュ1個、ナゲット5ピース、三角チョコパイ、親子照り焼き、だから6個しか食ってない。うわ、6個しか食べてない。うん、そう、あ、15分以上かかってるわ。うん、そう、まあ今日はダイエットメニューなんでちょっと少なめで食べましたけども。うん、そう、今のストローがこう擦れる音、引っ張り出した時に擦れる音でした。今日は少なめマクドナルドでございました。はい、今日は小食、これこんな量だったら俺小食の人だと思われちゃう。うん、小食の人だと思われちゃうんでね。はい、あの本当はもうちょっと食べれます。はい、今日は今ダイエットメニューなんで、ということで、動画の方の方々さよなら。